皆さん、おはよう。おはよう。今日は車かな？そう、今日は。寒かったので車で通勤してるんだ。ここ数日、熊本でも、寒い日が続いてるもんね。そう、私は普段バイク通勤なんだけど、ここ数日はバイクは寒くて。だろうね。でもここ、結構狭い道路なんだね。そうなんだ。特にこの先は狭くなってて、対向車と利用できる幅がないから、待避場所があるところでお互い待つのがマナーなんだ。この車もちゃんと待っててくれてるね。そう、ここはお互いに譲り合わないと、利用できなくなってしまうんだ。譲り合いの精神だね。でもたまに、事故中な運転をする人がいて、その一台のために通行を妨げて、みんなに迷惑をかける人もいるんだ。困ったもんだね。困ったもんだよ。前のセレナは対向車を通すために、左に避けているのかな？私もそう思って、車を左に寄せて止まってたんだ。でも対向車は通過したのに、このセレナ、なんで止まってるんだ？そう、前方から来てる車が、より広い場所で待っててくれてるのに、このセレナ、全然動かないんだ。何してるのかな？何してるんだろうと思って、待っててたら。どうした？運転席のドアが開いて、助手席側のドアも開いたぞ。おばさんが降りていって、なんだなんだ？ゴミ袋を取り出して、ゴミを捨てに行ったんだ。え？この状況で？ゴミ捨てに行くなら行くで。車を左の通路に入れればいいのに、対向車や後続車を待たせてまで、行くタイミングじゃないだろ。せめてハザードつけてくれ。そして悪びれる様子もなく、そそくさと運転席に乗り込んだ。朝の通勤時間帯にこれは迷惑。早く出発してくれないか。バックしそうだぞ。私もバックしなければ。てか、こんな狭い道路で、このおばさんのゴミ捨てのために、なんでバックさせられてるんだ？ほんと、事故中なおばさんだね。だろ？後続車や対向車を待たせることに、罪悪感を感じないんだろうか。罪悪感を感じる心を持ってるなら、すみませんでしたの一言くらいあるだろ。そうだよね。ゴミ捨てに行く間、他の車の通行を妨げておいて、すみませんでしたの一言もなしに、そそくさと車に乗り込んだもんね。ずぶといね。しかもこのおばさんのために、後続車はバックまでさせられたんだぞ。他の車の通行がない時ならともかく、前からも後ろからも車が来ている朝の通勤時間帯に、あれはないよね。ないない。とんだ事故中おばさんだよ。そうだね。私たちも安全運転するのはもちろんのこと、他の車に迷惑をかけないように、思いやりのある運転を心がけたいね。その通り。